皆様こんばんは、今日から3日間、楽しく元気に盆踊り大会を行っていきたいと思います。ヒデ様のお祭りもこの盆踊り大会をはじめとして、17日まで、盛大に行われます。その他たくさんの行事もありますので、振ってご参加いただければ幸いかと思っております。今日は太鼓の先生、それから踊りの先生、お茶屋先生、鈴木先生はじめ、またヒデ様の神職さんのご協力、皆様のご指導いただきながら、楽しい盆踊り大会を行っていきたいと思っております。今日は皆様どうもありがとうございます。よろしくお願いいたします。それまでの間というのは、やぐらの上ではなく下で皆さん踊っていただけるということで、今日もですね、雨がなんと止んでくるでしょう。それで、私の独断と偏見なんですけど、さっきちょうど私にご挨拶に来てくださったんですが、今日ですね、この日枝神社のこの6月13日をもって入籍したお二人がいます。
と思います。この中に全部入れちゃったからね、大きい方へ全部なんか手ぬぐいの袋入れてるみたいな